私は安田山の会の顧問をしております永田と申します。よろしくお願いします。去年のすなわち2018年ですが、9月の16日の日に対馬手窓で慰霊祭を日韓で協力して行いました。対馬でよく言われるように最終塔から降りてきた死体は対馬に流れ着くと、あるいは漂流してそのまま島根、富山、遠いところでは函館まで死体が流れていったそうです。心が当たりがあるのは、このアルコール工場に閉じ込められた予備検測500名の方々が最終投棄機で銃殺され、そのまま海中投棄された。最終投の人は、みんな対馬の西海岸に流れて、水が渦巻くところに漂着する。これはもう昔から言われているわけ。제가 본 게 저는 10월 달 중순경이었습니다. 4시 철사로 본목을 매서 던진교 저 탑동절에 용두암묘 곁에 그리고 탑동 자갈밭에 신체가 두 분이 본목을 맨 채 こんにちは、お初にかかります。対馬から来ました、江藤幸春と申します。よろしくお願いします。詳しいことは、今キム・シジョン先生と永田顧問さんの方からお話がありましたので、私の方は、父から聞きました。その当時の様子を少しお話したいと思います。제주사상평화재단이사장양조입니다。사실저희들이이런것을해서해야되는데멀리일본에서스바키노하나모치타요케이와노하나가사쿠다로이노치노하나모사쿠다로대랑왕생극낙하양저승에서예자손들이앞으로이래던육하양아이고도망가다범이의총으로쌍죽여울고어떤때는이역사로바꿀거우다불쌍한영가운신임처손님앞세양저승길가되는한넉인들란일로맨들랑영가운인내나비나같이아픔을나눠던열두문문문마당눈물수건똥수건